キングプリンス平野の仕様、バラエティ番組での出現にネット騒然。真相は同定発言の裏にあるのか ?2023 年9月4日、ジャニーズの新生グループ、キングプリンスのメンバーである平野仕様がテレビ番組、踊る。三魔五点。簡単ふ。発出演し緊張から来る発言がネット上で話題となりました。 この日の出演に関して、ファンや視聴者からは緊張の表情や不安そうな様子が指摘され、番組内での平野の発言に対しては騒然となりました。特に、童貞発言に対するネット上の反応が注目されています。今回の記事では、その背後に潜む真相に迫りつつ、平野のバラエティ番組初挑戦に焦点を当てていきます。 キングプリンス平野仕様の初登場9月4日の踊る三魔御殿簡単ふではキングプリンスへの平野仕様が初めて番組に登場しました。共演者には野生爆弾のクッキーや小島瑠璃子立川心差し陣内智則など個性豊かなメンバーが揃いました。番組冒頭から平野の緊張がうかがえ、 三馬からの気遣いもありましたが、進行中には独特な発言やい間違いが目立ち、ネット上で大きな反響を呼び起こしました。平野の独特な発言と緊張感平野の緊張は冒頭から伺え、三馬の声かけに対しても、光栄に思います、とたどてどしい表現が続きました。 一方で、共演者たちとのやりとりでは、平野が空回りするような場面も多く見受けられました。視聴者からは、笑顔が引きつっている、緊張している、といった声が上がり、平野の初めてのバラエティ番組への挑戦が、どれほど大きなプレッシャーだったかが伺えます。バラエティ番組でのいい間違いが、物議を醸す一番注目を集めたのは、お前、金プリやろ との発言後のやりとりでした。さんまから好きな食べ物を尋ねられた際、平野がお肉と濡れをかき、と答えた瞬間、共演者たちは大爆笑。ここで、平野が、童貞です、と発言したとされる一幕があり、これがネット上で大きな話題となりました。ネット上では、何回聞いても、童貞です、にしか聞こえない、平野仕様、童貞なのか。 こんなイケメンでも童貞ならまだまだ安心だといった茶化すコメントが相次ぎました。しかし、これが単なる冗談なのか、それとも平野の本当の言葉なのか、真相を見極める必要があります。ネット上の反応平野の発言に対するネット上の反応は賛否両論となりました。一部のユーザーは、 緊張の中での発言ミスとして理解し、冷静に受け止める声もあります。一方で、平野の意味、間違いに敏感に反応する声も多く、同定発言に関する議論が広がりました。平野のバラエティ番組への挑戦これまでキングプリンスをシングルやアルバムのリリース、 コンサートなどで成功を収めてきましたが、メンバーそれぞれが個性を発揮するバラエティ番組は新たな挑戦でした。特に平野が初めての登場となった今回の番組では、彼の緊張と優しさが際立ち、その一方で予測不能な発言がファンや視聴者を驚かせました。童貞発言の真相平野が番組内で、童貞です、と発言したことに対して、 これが本当の事実なのか、それとも冗談や言い間違いなのか、真相を明らかにするのは難しいです。ジャニーズ事務所としても、メンバーのプライベートな情報については慎重な姿勢を保っており、特にデビュー当初のメンバーに対しては、プライバシーへの尊重が強調されています。 ネット上での反応も分かれる中、平野自身や事務所からの公式なコメントがあれば、その真相が明らかになることでしょう。しかし、バラエティ番組での独特な発言がどれだけが真実であるか、それは彼自身の個性や緊張感から来るものなのか、これに関する議論は今後も続くことでしょう。キングプリンスへの平野仕様が初めてのバラエティ番組に挑戦し、 緊張感と独特な発言がネット上で大きな反響を呼び起こしました。特に童貞発言については冗談なのか本当の事実なのかについての議論が広がっています。今後平野自身や事務所からの公式なコメントがあるかどうかが注目されますが、ファンや視聴者からは彼の個性やウィウさに対する温かいサポートの声も多く聞かれました。 バラエティ番組においては、メンバーそれぞれがリラックスして自分らしさを発揮することが求められる一方で、初めての経験や緊張感もある程度予測されるものです。平野紫洋が今回の経験を通じて成長し、今後のバラエティ番組での活躍が期待されることでしょう。